ケンティケンケンティケンティケンティケンケンケン。どうもマルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。ロートモンコラボ第1弾ハイエブサキンクロ。さあまずは福引きいきますか。性能を見ましょう。詳しく見る。きゃー来ましたよー。ハイエブサキンクロ、まずは補助得意です。攻撃得意ですから。ちなみに私見てません。まだ関東性能見ていきましょう。んてい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 て、おー、 AP。 あーでも攻撃力は170か。1本はとりあえず確保だね。まあ問題は防具側。ブラックシーザーカブト大剣王海岸。自分が攻撃して、まあまあまあこういう系か。敵を倒した時以下の効果が発動する。自分の身の攻撃力を 20% 上げ、自分の身の回心率を 25% 上げる。両方？両方だ。攻撃力 20% 上げ、回心 25% 上げ。これはだから伝説集会用かね。バトマス伝説集会用とかかな。剣王海岸。お、回心率プラ超。回心系できた。ブラックシーザー。さあ鎧は？何出んのこれ。さあ来た。シーザーの方向。これは本当にダメージもらったらブレスカウンターなんじゃない？通常攻撃ヒット時。ああ、こっちの通常攻撃がヒット時に 12% の確率で炎ブレスの追加攻撃。この効果は一旦に一度だけ発動する。ああ、なるほどね。一旦に一回だけ。まあ通常攻撃が一旦に一回だけっていうこともあるからって感じか。12% はちょっと微妙い？まあまたやってみてどれぐらいの間隔で発動するかってとこか。素早さダウンガード強、まあ、物理ダメージガード弱か。15減らす。素早さダウンガード強が来たって感じですね。ブラックシーザー鎧下。さあ剣王の証。攻撃特技発動後 25% 自分の攻撃力を 20% 上げる。 25% か。攻撃力ダウンガード強にギラダメージ軽減中。盾はないんですね。まあ当たりはハヤブサ剣黒でしょうかね。で今回の福引きはこれが正解かなと。通常のこっちの方でね引くのは無理。こっちで1回だけ用意しました。でハヤブサ剣黒を引く。また次のラインナップ来ておそらく優勝来ると思いますんで4回1発ずつ引いて、そうすれば最短でいけるかなと。これが正解でしょ。こういう風にやるしかないかなと思っております。とりあえず1日1回無料でいきましょう。んてい、いっとけ。ここは出ないでしょ。ここでいきなり剣が出るような俺は引きを持っているわけがない。てい、と、こっちよ。俺は一発で剣を引く。いや絶対防具出んだろうな。いや防具そんな、まあブラックシーザーカブトはまあまあ面白いかな。スペースダウンガード強とかが使えるところが来るんかい。攻撃力ダウンガード強。いやハイブザ剣黒だなマジで。剣一点狙い頼むよマジで。ここを引いて楽しいロトモンコラボライフスタートさせてください。行くぞ。朝からこんな感じ嫌だなって。来てくれ頼む。剣お願いします。一発で、ケンティケンティギンケンティケンティケンティケン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 これだよな。知ってんだ知ってんだ。このパターンだよな。ここで一発で剣引けねえんだよな。ただここでも出るよ。頼む。うわガッシャ。よしまずは剣株、うん、もういいんじゃないですか。両方ここでスタッと3000ジェムでやめられる。いい引きを見せていく。やめようやめよう。もう引かねえもう引かねえ。そして OP が武器進化とかが入ってますんで、まあ武器進化優先かな。弾が2個しかないんですよね。これで3個目入れたとしても貫突まではいけないですからね。交換体。あと一応確認しておきますが、連連金金連連金早さの槍、まあ、補助も B です。で攻撃力も168。ほらどう見てもこれは本当におかしいと思うな。どう見てもで、こっちは予想通り攻撃 B でしたね。まあ、錬金はスルーで。使うタイミングが出てきたらね。おー、やっぱり使えるとこ作ってきたかという感じに行きましょうよ。さあ、ちょっと、会心遊んでみますか。ブラックシーザーカブ。体上はどうなんでしょうかね。神竜で会心の出来を優先するのか、忍者上で会心暴走、会心の術。まあ、でも会心の術は被っちゃうのか。ってことはやっぱ、こっちか。
新竜ぶどう木上か。あ、そしてティーエ。ティーエちゃんは回復魔力弱にブレス微弱。あー、じゃあ完全見た目ちゃんって感じですね。んで、どっちにしろこれ、とつんないといけないもんね。いやー、とつりたいなー。三突で、あー、ASAA か。いや、もう一本出すか。いや、ここで調子乗ったら、また痛い目見んだろうな。絶対やめた方がいいと思うんだよね。次、火でも絶対剣出ないと思うんだ。どっちにしろ、ブラックシーザーカブトとの剣王海岸、敵を倒した後か、でも。これだったらバランヘアで最初から荷上げしといて、むしろ、忍者上にしてた方が良きよね。一応確認しましょうか、お知らせ。激闘剣王サーバイン。ロトの紋章引き換え剣。紋章もね、あったんだね。で、今回はアルスとキラ。性能も見ていきましょう。んで、サーバイン紋章上。カーメンの祝福は補助特技 B なんだ。まあ、詳細見ていきましょう。で、スタンプがいっぱい来るよと。職業道始まりました。プレボ入りました。超純地図も来ました。進化玉入りました。で、あと、もろもろアップデートも入ってますからね。引き換え剣。カーメンの祝福が、仲間一人の HP 中回復の混乱解除。あ、いいじゃん、これ。汎用スキルだし。無課金スキル優秀。剣王の紋章。最大 HP プラ5のギラ 5%。こっちは力5のジバリア 5%。魔力5のバギ。ボーナスが入ってくれてる分。で、光の剣は、やっぱ新しくなってないですね。アルスヘア。デインジャック。光ブレスジャック。うん、いいですね。無課金の方は絶対ですね。幻惑中力中。うぃー、いいじゃん。全然。時々マジックバリア。単価値 5% でマジバリ。これも面白そう。まあでも、さすがにこれだけを積むっていうのは難しいか。キラヘア。ドラマジャック、闇ブレジャック。ああ、いいね。あ、会心極意ジャックか。に会心率弱。時々戦いの歌弱。単価値 3% で戦うと。無課金の方はって感じですね。はい、そんなもんでしょう。激闘剣王サーバイン初級もうサーバイン紋章上ゲットできるんだね。ドルマダメージ 5% 減の紋章上体上か。呪い麻痺 CT 転倒属性ダメージ系はないんだね。でかつルビ立てにしてるからな。バトマスで来てたけど確かにグラとかの方がいいな。ジュク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 。通常もそんなに痛くない。あれ、そういえば通常ドルマ属性になってる。いまいち出てた。武者魔剣一戦。うん、確かにこれガードするタイミングねえな。プッシャー剣王神空側ドルマ積み積みやな。あ、剣王体上がある人。あ、剣王じゃない、聖王、聖霊王か。聖霊王体上がある人はおお、ドルモア一応湧きたとこ。ゲンマ、ゲンマランブ、ゲンマ変わるんじゃない？ゲンマランブは幻惑？武者。優勝ジム一発で剣引いて、とりあえずあと進化玉で貫突ぐらいじゃないですか。毒が。おお、一発でかいね。で、猛毒か。あれ、ツンゴコロさんがいつの間に毒受けてたん。ゲンマランブ受けてみたかったけど。毒か。毒は軽減でいいような気がするけどな。まあでも、積むもんないから、毒リングでいっか。幻惑もある。幻惑ありきだね。お、アルスも出た。幻惑中ドルマ、あれ、何やったっけ？お、ドルマ属性ダメージ 5% 減、サーバイン上。装備進化で、例のやつやってみようぜ。一括。おー、楽。あ、こっからもいけんだ。あー、楽。楽。楽。マジで、なんでこれさっさと実装。無課金の方は、ククールズボンちゃん、スキャンマスター服上でドルマ。あと魔剣消毒でドルマぐらいで、そんなん全然 OK やね。
ということでございまして、ロドモンコラボ第1弾、まずサーバイン魔王はなしでございました。伝説チケット紋章集め、そしてグランドラゴンは魔王級攻略動画上がりますのでご参考に。ハイブザケンクロはとりあえずゲットしました。高評価ボタン忘れずにポチッとよろしくお願いします。登録お済みでない方、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバーイ。関連動画も見てねー。